10歳ぐらいの時に父の仕事の関係でアメリカに引っ越して、でそこからまあ母が見つけてくれたダンススタジオでまあダンス始めたのがきっかけなんですけど、英語も話せないし、まあ本当に今でもそうなんですけど、社員の性格で口下手なんで、なんかそういう言語以外でその表現できるっていう場が自分の中で、まあ、その当時は生きがいだったから、まあ、続けたいなって思ったのがやっぱきっかけですね。アメリカで5年間ダンスして、で高校の時に名古屋日本に戻ってきて、でそこで、まあ、ダンススタジオ、大きなダンススタジオに通い始めて、そこでそこであった、まあ、オーディションに受からせてもらって、で、まあ、あるイベントでりょうさんに出会ったっていう生い立ちです。中学校の時とかワールドオーダーすごい見てたんで、なんかわりょうさんがりょうさんとお仕事できるんだみたいな感じで、でもすごい優しい方だし、でももちろんお仕事もすごいできる方で、でも想像力もすごいから、あ、なんかこの人とずっとお仕事できたら嬉しいなっていう思いはその当時からあって、そうだから今こうやってまた一緒にDリーグでお仕事させてもらってるの本当に嬉しいですね。光栄です。自分磨き、自分の技術磨きを忘れずに、もう本当に何だろう、どんな作品でも対応できるっていうのと、あとはまあダンス以外でのサポートですね。なんかまあ自分は今 TikTok 担当としてまあ投稿したりとか、あとはいつもアルトリが使ってる、作品で使ってるタイトルボードとか、あとは小物系とか。たまに作らせてもらってるんですけど、そういう部分でのサポートとか、まあ、本当に自分ができることを探してできるだけもうチームのためにサポートするっていうのが、まあ、一つと、あとはもう本当に観客ファースト、見てるお客さんが全員なんか感動したりとか笑顔になったりとか、そういう何か伝わるもの、メッセージが伝わればいいなっていう思いでいつもアルトリで活動させていただいております。なんかアルトリ劇場じゃないですけど、なんかそういう地方で公演したりとか、なんかいろんなその本当にダンサー以外の人でも見てもらえるようなそういう舞台を作ったり、あとはまあファッション業ですかね。なんかやっぱりアルトリって一つのテーマとしてファッションがすごい、やっぱいつも衣装がおしゃれだし、メンバーも私服いつもおしゃれだから、そういうファッションショーとかのイベントを出たりとか、そういうお仕事もしてみたいですね。アルトリでファッションめちゃくちゃ好きなんで、そういうファッション系モデルとかもやってみたいし、あと舞台関係、演技とかにも興味あるし、アルトリの作品出す前にティザー映像っていうのがあって、そこで私がいつも声をやってるんですけど、それが結構好評だったのが結構自分の中でも意外だったんですよ。なんかすごい自分の声がコンプレックスだったんで、それを喜んでもらえるっていうのがすごい嬉しくて、まあ、今後そういうお仕事もあったら嬉しいなっていう感じです。なんでマルチに活動していきたいです。ダンス以外でもお仕事したいし、あとはバレエとストリートダンスを融合させて、まあ、人種差別のそういう問題とかも絡めたちょっとなんか舞台を作ってみたいなっていう夢はあります、はい、社会問題とかをテーマにした作品って絶対世界にも通用すると思うので、なんかそういう日本だけじゃなく世界でもそういう知ってもらえる、もちろんアルトリメンバーもそうだし、でもメンバーも多分いろいろ変わってくると思うから、それよりなんか作品をずっとなんか、代々受け継ぐような作品とかなんかできればいいなっていう
のと、まあ本当モチベーションを上げたいですね、その作品を見てもらって、でそういう人が増えたらいいなって思います。はい。